シカゴランドスピードウェイはアメリカ合衆国のサーキット、イリノイ州ジョリエットに所在する。名称こそシカゴの名を冠するが、距離的にもジョリエットの方が近い。全長は1.5マイル。2001年オープン。ドラッグレース専用コースやハーフマイルのダートトラックも備える。ナスカーでは X フィニティシリーズが7月と9月の年開い。 モンスターエナジーナスカーカップシリーズが9月、ガンダーアウトドアーズトラックシリーズが7月の年1回開催される。カップシリーズにおいては2011年以降チェイスフォーザスプリントカップの第一戦にスケジュールされる。ホームストレート前に緩やかなコーナーを持つ D シェープオーバルではあるがバックストレッチ側も緩やかなカーブなのがこのコースの特徴。ナスカーの水準では 高いバンク角ではないが、それでも平均速度が180マイル後半に達するハイスピードトラックと言える。オーバルレースではタイヤのキャンバーセッティングやスタッカー等によりマシンが左に曲がりやすくなるよう調整されている。このトラックのバックストレッチも湾曲しているため車の特性をコース全体で活かすことができる。しかし直進できる箇所がないためドラフティングが効きづらく。 どちらかといえば、乱流を受けマシンの挙動が不安定になりやすい。また、先行者がラインをワイドに使える利点も相まって、ナスカーのレースは、オートクラブ、ミシガンやポコノのように、一列を維持した順位変動が少ない展開になる。道幅が広く3ワイドや4ワイドも可能だが、横に並ぶ場面がリスタート直後に限られやすいため、その道幅はさらに広く感じられる。 2000年代のインディカーシリーズでは1.5マイルオーバルでのサイドバイサイドのポジション争いが多く見られたが中でもシカゴランドスピードウェイでは何度も接戦が生まれた1100秒以下で決着がついたレースとそのタイム差は以下の通りインディカーモンスターエナジーナスカーカップシリーズナスカー エクスフィニティシリーズ http コロンスラッシュスラッシュ www.racing-reference.info スラッシュレース id イコール2002から 14& シリーズイコールをありがとうございます。